テレサ様、戻ってきたようです。ゲニウスのビーコンによると3人でいらっしゃるみたいですね。あ、こんなに早く？心の準備がまだできていないのに。ええ、私もつい20分ほど前にセーフレイヤに到着したばかりですが、どうやらジークフリート様にはご立派な娘さんが2人もいらっしゃるようですね。ここからは設置したビーコンを使い、旋回1畳でケビンさんから切り離したカスラナの聖魂空間をテレサ様が掌握すれば、私たちは聖魂計画と終焉により一歩近づけます。でもケビンは自ら聖魂計画の探偵を放棄したようなものじゃない。そうじゃなければさっき話したことをこなせるチャンスなんてないはずよ。はい、正確に言えば最初の急増の段階が過ぎた時点で聖魂計画を固定するための探偵は不要になったのでしょう。角度を変えてみれば、私たちの地球の奪還プランに近道はないと思います。しかしご安心ください、テレサ様、あなたはもっと姪御さんであるお二人を信じるべきです。あちらをご覧ください。どうやら戻られたようです。ヤッホー、戻ってきたよテレサ。こんなにも早く再会できるなんて想像すらしてなかっただろ。おっと、そういや、お前に紹介しておかないとな。必要ないわ。ビアンカはセシリアの娘なのよね。ええ、はい。申し訳ございません、デュランダル様。長い間隠されていたとある秘密を先ほどテレサ様にお伝えいたしました。それってつまり？どうやら問題なかったようですね。何しろデュランダル様は勇敢ですから。デュランダル様は自らお伝えしたのですね、キアナさん。もちろん、だって天命最強のバルキリーだもん。それくらいの勇気がないとね。キアナさん、いくらデュランダル様でもメンタル面の課題に挑むのは難しいことですよ。甘く見ないでくださいね。しかし今の状況を考えると必要なのは、テレサ様、最強のバルキリーと最強の律者のためにちょっとしたプライベートスペースを作ってみてはいかがでしょうか。え、うん、それもそうね。すぐさまセーフレイヤーがピンチに陥るようなこともないと思うし、だから今後の作戦会議を正式に開くまでは二人のキアナのために心よく時間を作ってあげましょう。そう思わない、ジークフリート？ああ、俺たちの考えより彼女たちがお互いに確かめ合おうと思ってることの方が重要だからな。ではどのあたりに行きましょうか？噴水とかはどう？いいですね。こんな日が来るなんて少し突然すぎましたね。うん、少し前にカロスタンの教会堂で向き合った時はまだお互いのことを知ろうとしてた段階だったし、あの時初めて世界の泡での物語を教えてくれたよね。それとあんたが思う使命の意味も話してくれた。そしてすぐ後に私と同じように8歳までの記憶を失っていることを知った。あるひどい事故で怪我を負ってしまい、その結果昔のことを全然覚えていません。
他人が教えてくれた理由さえそっくりでしたね。それに、うん、だからそう驚いてはいないかな。キアナさん、あなたも私に気を使っていたんですか？あなたは私の答えを知っています。キアナはジークフリートさんの娘たちのことを指しています。しかし全くの別人で全く異なる人生を歩んでいる。そのことでいじけたりおごり高ぶったりすることなど私たちがすべき行為ではありません。言いたいことはわかってるけど、本物のキアナ・カスラナは私にとって特別な存在なんだ。空の律者はその名前を弱点だと思って私の精神を攻撃してた。でも律者コアの記憶を見ることで過去の全貌を把握したの。彼女は私に善意を示してくれた初めての人。私がその名を受け継いだのは、キアナが世界に残してくれた美しさをより多くの人たちに届けるため。彼女は私の憧れ、命の起点なの。だから嬉しかったんだ。それを本人に伝えられる機会があって。ありがとね、キアナ。ありがとうございます。それに二人のゼーレみたいに同じ名前を使うのもいいかもね。でもみんなは慣れないでしょうね。それに記憶を失った私にとってビアンカはキアナよりもずっと大事な名前です。それは私が選んだ名前で最初の仲間でもあります。数々の海を渡り世界を定着させたあの冒険よりも前から4年間の時を共にしてきました。キアナがあなたと一緒にいてくれたように、この世に生まれてきた人間は親の子供である前に独立した個人なの。それが名前の意義。私たちはそれを通して自分を知り未来の道を知っていくの。これはテスラ博士がジークフリートさんに伝えた言葉です。その後彼はキアナという名前をあなたに与えました。そうだね、パパからもらった名前がなかったら心の弱さに打ち勝ってここまで歩き続けることはできなかった。でもパパだけじゃない、ママ、姫子先生、助けてくれた人たち、みんなが美しさを見せてくれて、今ここにある命を形作り、私に美しい世界を守るために戦うっていう心情を与えてくれた。そしてその原点こそが培養槽に眠る遺伝子操作で作られた人間を妹として見てくれた私のお姉ちゃんなんだ。名前がキアナ・カスラナであろうとビアンカ・アタジナであろうと、私はずっとずっと妹でいたい、家族になりたいって思ってる。キアナさん、あなたも知っているように私はもうあの記憶を失っています。ジークフリートさんのこともあなたのことも。でも重要なのは未来、そうでしょ？さすがですね、キアナさん。確かにこんな風に過去への悩みを抱き続けていたら、誰もが前へ進み新たな人生、新たな挑戦を迎え入れることができなくなります。とある夜のことだ。すべての記憶を燃やすとそれは透明になっていった。とある朝のことだ。昨日のすべてを捨てると足が軽くなっていった。太陽を見逃したことを嘆いていたら、君はこの後星々を見逃してしまう。
からはずっとこう呼ぶね、お姉ちゃん。はい、キアナ。ついてください。詳しい事情はまだはっきりしていないのですから。一体何があったの？キアナ、聖魂空間に入ってからここ30分の間、キアナはメイ姉さんを見ませんでしたか？